私の名前は篠田さとみ、40歳になる会社員だ。夫の秋彦とは結婚して1年、お互い仕事が忙しいあまり婚期を逃しての結婚だった。さとみと結婚できてよかったよ。子供は望まないし、2人で静かに暮らしたいな。うん、私の両親はすでに他界しており、義両親も施設希望で、そのための貯蓄も十分にあるそうだ。万が一施設入りがダメになっても義兄夫婦が介護すると名乗り出ている。だから介護の必要はないと結婚前に言われた。私も仕事が大好きだったし、本当に夫と結婚できてよかったと思っている。そんな中、義父が倒れてしまった。寝たきりになってしまい、近くに住んでいる兄夫婦が通って介護しているそう。義母も義父が倒れてショックを受けているとか。これは施設の話が出るかなと私は予想していたのだが、夫はいきなりとんでもないことを言ってきた。うちで母さんと父さんを介護しよう。え？義兄夫婦が世話をすると前々から決まっていたことを無視して、パパママを介護すると言って聞かなくなってしまったのだ。何考えてるの？そもそも義両親の家と我が家は県2つをまたぐ距離にあり、介護するならそちらまで引っ越さなければならない。私も現在の仕事がかなりうまくいっていて、給料も上がっている。それもやめなくてはいけない。だいたい仕事はどうするの？と聞いたら、心底不思議そうな顔をした。お前が介護するのに、なんで俺の仕事がどうのこうの言ってるの？は？介護するためにお前が仕事を辞めるんだよ。うちの実家に同居して、誠心誠意心を込めて介護するんだ。高らかに言われて絶句してしまった。最初の話は？施設に入れる蓄えもあるし、お兄さんたちが介護するって言ってたじゃない。それにあなたは？俺は連休にたまに顔を出すくらいでいいんだよ。バカ言わないで。もちろん私はそれを拒否。施設も義兄もダメでどうしようもないなら何とかするけど、私たち夫婦が介護に関わる可能性が限りなくゼロに近い状況で、自ら介護に名乗り出るなんて約束が違う。それに私は40歳、義父、そして義母の介護なんて無理だ。約束が違うわ。絶対無理だよ。なんだよそれ。拒否したら下でブツブツ文句を言い出した。関係ないことまで。俺は本当は子供が欲しかったんだ。それは結婚前に話したでしょ。作らないって。お前の仕事が気に入らない。え？私の仕事は拘束時間が長く、夫より給料がいい。夫は月末以外定時で帰ることができるため、家事比率が自分に傾いているから嫌だと。これも結婚前に夫が提案。私は了承したのだ。なるほど、介護に行かせたい理由が分かってしまった。私がとにかく働いて、自分が家事をやるのが嫌なのだろう。結婚さえしてしまえば約束はなあなあになるものだぞ。未だにきっちり守るなんてお前おかしいんじゃないか、とまで妄言を吐かれた。この時点でもう愛情は冷めきっていた。30代後半で交際を始め、現在結婚1年目。こんなわけわからん言動を繰り返す夫は初めてで、私に何か不満があって爆発したのかと思いきや違う。同僚に子供がいて羨ましくなったらしい。しかもその同僚は毎日愛妻弁当、家事もみんなやってくれる専業主婦だとさ。あたかもこちらが冷酷非道な女だと言わんばかりの態度を取られ、頭にきた。私は即義両親と義兄に報告することにした。一番怒っていたのは義兄だった。お前ちょっと来い、家族会議だ。なんでそんなに怒ってんだよ。仕方なく私も一緒に義実家へ。お前さ、いきなり何を言い出してんだよ。お前が介護するだって？何時間も離れたところに住んでるのに。いや、里美がやるんだ、妻の役目だから。何言ってんの？父さんも母さんも自分から介護施設に行きたいって言ったんだぞ。その貯蓄だってある。介護が必要になったとしても俺がやるって言っただろ。そこで私が、夫が私の仕事や家事を比率が気に入らないことを話した。なんだって？お前、嫁さんのあり方が気に入らないから介護で仕事辞めさせようってのか？違う。必死に否定する夫。どう見ても明らかなのに。まあもういいです、私離婚したいんで。何勝手なこと言ってんだよ。嫁の義務は？離婚するからどうでもよくない？介護したいならあなたがお兄さんと話し合ってすれば。実家に戻ってこなくていい。介護の話はもう決まってる。どちらからも拒否され、夫はついに逆切れ。ああ、もういい。なんだよ、どうせ再婚するし。兄貴も父さんも母さんも黙ってろよ。じゃあ話すこともないので、私は弁護士を探して連絡させます。
俺たちにできることがあったら言ってくれ。ありがとうございます。義兄夫婦も味方になってくれ、夫だけが怒りまくっている。さっさと義実家を出て私は家に帰った。荷物をまとめ、とりあえずビジネスホテルへ。後から帰ってきたら私がいないことに気づき、スマホには LINE と着信の嵐。おい、介護から逃げるな。早く仕事辞めろ。そのまま実家に引っ越せ。だってさ、これを機に義兄夫婦は同居するかもしれないのに、私の仕事や稼ぎが気に入らないのなら離婚すれば解決なのに、子供が欲しいのは難しいし、せめて無職にして家事をやらせて威張りたいというところなんだろう。本当に幻滅する。すぐに職場や同僚に連絡すると弁護士を紹介すると言ってくれた。同僚の中でバツイチが数人いて、その時の弁護士だという。すぐに私は事務所へと向かい仕事を依頼。よくいますよ、奥さんの方が稼ぎがいいからって辞めさせようとする夫とか、介護させようとする人も珍しくありませんからね。そんなに気にすることではないですからね。そう弁護士さんに言われてほっとしてしまった。今も介護は嫁の義務とか言う人いるしね。共働きが普通の時代なのに稼ぎが自分より多いとムカつくって自分勝手すぎるし、夫の方に弁護士から連絡が行くと、離婚なんてしない、むしろそっちが謝れと切れてきたらしい。話し合いにも応じない状態。仕方ないので裁判になったが、それも応じず、一度も話し合いも呼び出しにも来ず、離婚の判決が下された。数週間たち夫から何の反応もなかったので成立。ほっとした。まさか何の話し合いもする気もなかったとは。でも顔を見ずに済んだし、これはこれで良かったのかもしれない。そうして晴れて自由の身になったのだが、離婚成立から1ヶ月ほど経った頃、会社に行くと警備員と誰かが揉めているのが見えた。元夫だった。おい、俺は妻に会いたいだけだって言ってるだろ。落ち着いてください。びっくりして固まったが、すぐに駆け寄った。何をしてるの？私を見るなり怒鳴り出す元夫。おい、こんなところで何してるんだ。仕事辞めろって言ったよな。介護しろ。家事は。は？この人、離婚したということを分かってないのか。通知も言ったはずなのに。離婚裁判の結果言ったでしょ。離婚は成立してるのよ。俺は一度も言ってない。あんなのは認められるわけないからな。裁判所が決めたんだから離婚よ。話し合いにも応じなかったでしょ。どうやら行かなければ、話し合いをしなければ離婚しないと思っていたみたい。だから離婚してないと。兄貴が父さんも母さんも施設に入れるんだぞ。来月に止めに行くんだよ。なんで？お前が介護するからだろ。バカなこと言わないで。あなたとは離婚してるのよ。赤の他人でしょ。だから、わかんねえやつだな。離婚してないの。俺は無視してたんだから、離婚なんて成立してないんだよ。してるから。戸籍でも見てくれば？言い訳ばかりするな。早く来い。家事もしろ。いえ、ゴミが溜まってるんだぞ。警備員さんも私が離婚したことをなんとなく察したのだろう。夫をなだめつつ遠ざけようとしてくれた。これ以上騒ぐと警察は。うるさいんだよ。秋彦は暴れだし、出社してきた他の人も取り押さえてくれた。通報してくれた人もいて、すぐさま警察もやってくる。俺はこの悪妻を引き取りに来ただけだ。話せ。悪いのはそっちなんだよ。警察にも食ってかかる始末。私は義兄夫婦にも連絡した。暴れつつもパトカーに押し込められ、警察署に連れて行かれる元夫。そこに義兄夫婦も駆けつけて、たっぷりお説教したそうだが、あの様子じゃきっと何も響かないだろう。弁護士さんにまた連絡しておくべきかもしれない。その夜に義兄から電話が来た。本当に申し訳ない。お母さんたちは施設に入ったんですか？ああ、やっとね。来月に入れるんだよ。それがまた気に入らないみたいでさ。私が出て行ってから元の家に一人で暮らしていたようだ。もちろん介護なんて言ってない。あれだけ私にあれあれ言ってきたのに、結局義兄夫婦にも任せていたわけだ。まあそれは最初からそう言われていたし、言うことはないけど、やっと施設に入れるとなって、親を施設なんてかわいそうだみたいなスイッチが入っちゃったのかな。っていうか、まだ私にやらせようとするなよ。実習の義務だっつーの。どうやら私を無職にして稼いでるお礼来みたいな状況を作りたい気持ちがまだあるのだろう。離婚したのに。それから一応弁護士さんの方から警告を出してもらった。近づいたら叱るべき処理をするからと。裁判所から来いと言われても来なかった男が従うとは思えないけどね。でも数ヶ月は何事もなく、警告が効いたんだと安心したが、やはりまた夫は私に連絡をしてきた。知らない番号から。はい、どなた？
俺だよ、秋彦。何の用なの？何かあるなら弁護士に連絡してよ。なあ、謝ってやるからさ、再婚しようぜ。は？離婚したというのは受け入れていたみたい。でも何？謝ってやるって。謝罪されても再婚なんて無理なんですけど。あれから誰も相手にしてくれないんだよ。どうやら夫、会社の自分より若い子にアプローチしまくって解雇になったそうだ。その方法も、元妻は自分より稼いで選ぶっていた、可愛くなかった、子供も産んで家事も介護もしてくれる子募集みたいな感じで言い寄って、上司に苦情が来て厳重注意されたという。それでも、俺は若い子と結婚するんだ、子供欲しいから、あと言うこと聞いてくれそうだし、なんて諦めずアタック。つきまといまで始めて、とうとう警察まで呼ばれたそう。そこまで来れば会社も動く、当然だが懲戒になったんだと。全部本人が悪いんじゃん。お前も俺しかいないだろ。子供はさ、俺が他に若い子と作ってくるから、とりあえず戻って家事してくれよ。老後だってあるんだし。今度は金目当て、本当に下世。悪いけど、あんたとなんかまた結婚なんてしたくないわよ。むしろしたのがおてん。なんだよその言い方。気分でコロコロ変えてんじゃないわよ。振り回される方も迷惑。お兄さん夫婦に何回怒られてるの？兄貴たちは関係ない。いいから早く帰ってこいよ。あんたと暮らすくらいなら一人暮らししてた方がずっと楽しいから。強がるなよ。ほら、迎えに行ってやるよ。俺は優しいし、家教えろ。弁護士からの警告届いてないの？こういう電話も迷惑なの。録音して警察に持ってくよ。お前なんでそう、いつまでも生意気なんだよ。嫁のくせに稼いで俺を立てようって気持ちはないのか？40過ぎた女なら言うこと聞くと思ってるの？バカじゃない？私は私の人生を自由に生きるだけだから、あんたとは関わりたくもない。というか、関わった記憶を忘れたいくらいよ。そんな、おい、ちょっと待って、俺たちは夫婦だろ。もうとっくに離婚しとるわ。戸籍見たらって言ったよね。なんでこんな奴を一度でも好きになってしまったんだろうと今でも思う。子供もいなくてよかった。俺がどうなってもいいのか、夫だったのに。なってもいいわよ、赤の他人なんだから。本当は話すのも嫌なの。あとは弁護士に連絡させる。話すのも嫌なんで、ちょ。もうそれで通話を切ってやった。話しているとイライラするだけだしね。弁護士にも経緯を話して、最後は強めに注意してもらった。すると今度は泣きながら許してくれと言ってきたみたい。会社辞めて金もなくて、兄貴からは頼るなって言われてるし、だから頼れるのはもう里美しか。もう離婚したんですよ。調停にも裁判にも来なかったのはあなたです。あんなの無効だ。記録にも残ってますので事実です。覆りません。認めない。裁判に来なかったことをずっと無効だと言いまくって泣いてたらしい。まだそんな恥ずかしいことを叫んでるとはね。弁護士は義兄にも連絡してくれた。また迷惑をかけてるのかと義兄はついに堪忍袋の緒が切れたそうだ。そして義両親も恥さらしが、何が介護だ、俺たちは施設に入るんだよと長々と説教したとか。お前はいつまで迷惑をかけるつもりなんだ。どれだけ介護が大変かやってみろ。いい。朝から晩まで真面目に働けよ。義兄の知り合いに介護施設に勤めている人がいるそうで、いつでも人手不足だからと快く元夫を雇ってくれたそうだ。そこで毎日働かされ、介護がどれくらい大変か身をもって知った模様。俺にはこんなこと無理だ、もうやめたい。自分がやめたくなることを嫁にやらせようとしてたんだからね。しかも自分の見栄とプライドのために。そんな人と一生なんて共にできるはずもない。もう私は耐えれる人は誰もいないけど、それでいいと思っている。老後の資金貯めて趣味をやりながらゆっくり過ごそう。もう結婚なんてしたいとみじんも思わない。私は私の生きたいように生きよう。それが一番だ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。